アメ男のハッチ選手が3週間ぶりの実戦となった5月17日のウエスタンソフトバンク戦、1軍2軍ともに広島で試合とあって、この日は複数の1軍選手もウエスタン戦に出場、捕手の石原選手もそのうちの一人で、おそらくハッチ選手の1軍登板を見据えてバッテリーを組んでいたよ。配球もいつもと違ったらしいの。ストレートに頼りすぎないことを意識したというように、要所では変化球で打ち取り、それに伴ってストレートの威力も増していったそう。特に制球が安定したことによって投球の幅も広がり、相手打線に的を絞らせなかった。雨で難しい調整が続く中でも、6回に安打無四球の好投、久々の登板で鬱憤を晴らすかのような回答だったね。来週の1軍は確定かな。首脳陣の調整のさせ方を見るに可能性は高そう。1軍のローテをいじらない前提なら中5日で木曜日になるかな。この日の球数は64球とそこまで増えていないしね。ハッチ選手も意気込んでおるしな。この日のピッチングを元にしっかりと投げたいと話していたね。今のところ来週のローテに関する情報は出ていないけど、ハッチ選手の復帰なら好投を期待したいかな。ということで、雨男ハッチ選手久々登板のお話でした。